しとんねんお前、へえ、お前練習生やろ関西弁はぁと思って、もうもちろんここじゃ言えないような話もしますけど、もうやっぱり練習の後にそのワークアウトめちゃくちゃするんですよ。スタミナね。スタミナお化けっすマジで。でもそのやっぱり普通のシューティングじゃなくて、やっぱフォーメーションに合ったシューティングだったりとか考えながら、まあ、彼はやっていて、やっぱりすごいなってすごいなって。で僕はショーツさんはたとえ試合出てなかったとしても、自分が今足りないことだったりやらなきゃいけないことをやり続けられる力がある人なのってすげえ思ってて、こうやっぱ自分がうまくいってる時はできるとは思うんですけど、自分がうまくいってない時にこそその人の本質が結構見えるというか、やっぱプレーでいうとそのディフェンスの部分はすごい強みっていうのは、やっぱそういう裏の人間的なところの強さがあるから、やっぱそういうのがプレーに出るんだなってすごい思うんで、そこはやっぱショートさんヘラヘラしてるときはヘラヘラしてるんですけど、やっぱやるときはやる人なんで。ベタ褒めじゃないですか。これがコメントって言うんですよ。ああスタバ後で行こうじゃん。お便り行こう行こう。グランデサイズの。ボコボコですか。絶対そうでしょ。まあ、翔太はなんかちょっとビビってるなっていう。岩手の時結構怖かったって言ってたんですよ。いや岩手の時はすごい怖かったと思う。うん、その彼は点数が取れるとかそういうのはもともとなかったし、そのシュートが入るわけでもないから、でもやっぱりチームにとってこういう選手必要だなと思って。そうですね。うん、そういったところでこう繋いでくれる、貢献してくれるっていうのは、ちょっといい選手ですよね。いい選手。おたっしー、おたっしー。いい選手。後でいいよ。でも顔作ってるな、もうこれは。試合に出なくても腐らずに。そうですね。うん、それがやっぱ、チームのために。それができるっていうのはすごい、うん、すごいことだと思います。うんうん、本当に。あいつ一言二言しか言ってない。選手に支えられて、周りが活躍できるっていうのがあるから。うんうん、そうですね、うん。ほとんど OK さん。いやでもそうじゃない、うん、俺はそんなもんでしょ。嬉しいっすね。でも、まあ、今のオケさん、まあ、だいぶ優しくなったなって、確かに今声荒げて怒ってるの聞かないですもんね。俺が最初に練習生だった頃は、まあ、5-0 とかするじゃん、うん、で4番ポジションとか3番ポジション絶対覚えていけ、はいはいはい、ないといけないじゃん、やっぱ練習生、ね、でも俺 1-2-3 しかやんねえだろ、あれに考えられてたん。そしたらなんと4番やって、うん、でやって、そしたら間違って、あお前抜けろって言われて、あ終わったと思って、もう青ざめてもうコートサイドで、うん、そして最後のハードルあるじゃん、うん、最後のハードルね、何しとんねん、うん、お前練習生やろ関西弁、出ちゃうんだ。関西弁聞いたことなかったから、マジ漏れそうなぐらいビビった。はぁーっと思って、もう高卒で入ってきて。そう。まあ、外国人選手とかも、もうバチバチで。言うんだ。言うし。そうね。ね、もう練習とかやめて、もう帰ったりとか、普通に。大木さんが、うん、考えられないですね、マジで。でしょ今。全然考えられない。仏だ、仏。むしろそういうの今嫌ってそう。ね。うん、なんか、そういうのもあって。ちょっと余韻が。契約した時も電話してたんだけど、そんなビビんなくてええよとか言われて、お前も無理あるっすよね、お前も頑張ってんやから、それも恩師だし、その練習生からプレーで育ててもらってるって、オケさんに育ててもらってるって思いもあるから、そんな軽くオケですって言えないと思って、わかりました、わかりました、でも本当に
大げさに感謝してます、もちろんここじゃ言えないような話もしますけど、何話ですかね。練習中とかだったらやっぱりそのコミュニケーション大切にしろって言われてるし、自分たちも大切にしてるからやっぱりプレーのことでは話すことが多いけど、まあお風呂とかで特に俺らなんてお風呂の時生産性のない話ばっかしてるよね。こいつはずっと携帯いじってるんですよ。もう若者マジで。俺が隣にいるのにこんな話し合えているのに疲れたっすねー疲れて。でも2人とも今ようやくなんですけどハマってるのが TikTok を最近去年の遠征ぐらいから なんでだっけ普通にだよね、なんか見てたらそのチームメイトとご飯行くっていうのも阿部先ないからやっぱりこの部屋にいる時間が長くすぎて、それで2人で TikTok 見て風呂でも TikTok を見るっていうのも風呂でも2人で TikTok こうやって流し見してるのがもう普通に楽しいみたいになってる、はい、いろんな人いるなもともとなんかキングスに移籍してきたタイミングでなんかその新潟の子供たちになんかできないかなって思ったのをそのサロンの活動としてやらせてもらってるんですけど、このオフで全国の小学生を対象としたそのなんかオンラインクリニックみたいなやって100人ぐらい来てくれたんで、まあ、それは一つこうやっててよかったなと思うんですけど、めちゃくちゃバカにしてくる。いやいや違います、めちゃくちゃ僕と田代選手が入りたいって言ってるんですけど絶対ダメって言うんですよ。で僕がなんか話してるの、そのファンクラブの、ファンクラブというかそのサロンメンバーの方々のためにやってるのに、そこにショートさんと出していても何も面白くないチェックしてるんですけどね。めんどくせえんだよな、そのいじりがマジで。いや子育ての方はもう本当に奥さんに助けられてますね。はい、僕はバスケットには、はい、夢中にやらせていただけてますね。まあ、まだちっちゃいんでお昼寝ばっかなんで一緒にお昼寝してます、はい、たまに僕泣かれます。ルタと顔を合わせてルタとかやってもルタは絶対泣くんですよ。僕はもう絶対多分怖いんですよあいつは教育しないとダメ教育してくれ、教育しないとちゃんと。モテよ、せーの、バン。筋肉がすごいです。でもトレーニングは結構軽めのやつやつです。あ、それはそう。あのガタイの割に思い上げられないですからね。痛いやめてやめてやめてとか言うんですよ。めちゃくちゃ面白いですね、クールじゃないもん、はい、全然クールじゃないです。いやでもこの間そのチーム練習始まってこう 5-0 やった時になんかフォーメーションの確認みたいなのするんですけど、ショートさんがフォーメーションを間違えたんですよ。ちょっとこうどうしたみたいな感じになった時にオケさんの顔見たら、オケさんがショートさんの顔見てめっちゃ睨んでたん でそれをショートさんが気づいてめっちゃ真っ白になった時に、あ、こういうことかって思った。あ、やばいと思ってオケさん見たらこんな感じだったね。あれでこれ時止まってたわね。これ笑ったらやばいなと。俺ら爆笑してたけど、でみんなが盛り上げてくれたからよかったですけど、もうその後の練習全然覚えてないです。あれがやばいよね、怖いよな。もうあれが戻ってきました。あ、やべ、フラッシュバックしたっすか。一回フラッシュバックしてやばいぞ。もう大丈夫です。わかんないですよ、シーズン中見ててください。全然大丈夫です。多分一回ぐらいあるっすよ多分その瞬間が。僕も成長したんだって自信満々の顔するから。それが真っ青になってるから。そしたらオケさんもあれ俺が間違ったのかなと思うかもしんないじゃん。そうそうそう、自信満々で間違えればいいんだ。そう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 